はい、まず新型コロナウイルスワクチン接種について、65歳以上の高齢者の皆様には新型コロナウイルスワクチン接種開始につきまして、接種券、いわゆるクーポン券ですけれども、そして予診票を今月22日木曜日に発送いたしました。現在お手元に順次届き始めていると思います。おおむね今月中には各ご家庭に配達となります。接種の予約開始日は5月6日木曜日からとなりますが、同封しましたお知らせをご覧いただき、接種会場実施日を選んでいただきまして、千曲市新型コロナウイルスワクチンコールセンターに直接電話で予約をお願いいたします。コールセンターの電話番号ですが、0570-026-273、 0570-026-273。受付時間は平日の午前9時から午後5時までとなっております。お近くでの接種をご希望のこととは思いますが、自家用車と交通手段のある方はふれあい福祉センター旧戸倉庁舎か地区会場での接種にご協力をお願いいたします。なお初日は大変電話が混み合うと思われますので、1回目の接種を6月以降に希望される方は5月10日月曜日以降に予約をお願いします。また高齢者施設等に入所されている方や施設に従事されている職員の皆様は施設での接種を調整しておりますので予約は不要となっております。ワクチン接種開始は5月12日水曜日からとなりますが、ワクチンは対象者全員分を確保しますので余裕を持って電話をしてください。次に、ワクチン接種をより円滑に進めるため、4月30日金曜日午後1時30分から、ふれあい福祉センターでシミュレーションを実施いたします。本番同様に医師等の専門スタッフにも参加していただき、接種当日の流れや配置等を再確認するとともに、接種後のアレルギー等の副反応にも対応できるよう、消防署職員とともに手順等を確認し、安全安心なワクチン接種に向け準備をしてまいります。なお今後も新型コロナウイルス感染症感染防止策の徹底を引き続き図りながら、接種に関する情報を地方や市のホームページ等にてお知らせしてまいります。これからゴールデンウィークを迎えるにあたり、市民の皆様には改めて感染防止策の徹底をお願いするとともに、大人数での会合、会食を控えていただき、人との接触機会もできるだけ減らしていただくようお願いいたします。県外への訪問や帰省等の往来については、その必要性について慎重にご検討をお願いいたします。特に感染拡大地域との往来につきましては、できるだけ控えていただきますようお願いいたします。ワクチン接種については以上でございます。はい、それでは項目の2つ目ですが、八代地区開発の今ボリューム3を全国配布ということでございます。八代地区開発の情報発信の一環として発行しております八代地区開発の今ボリューム3を4月末に地方と合わせて全国配布いたします。本年令和3年3月の市議会定例会でお示しいたしました令和3年度施政方針にも掲げました八代地区開発事業への取り組み方針について、市民の皆様に情報を発信するという趣旨でございます。内容といたしましては、私が施政方針で申し上げた点をですね、まとめたものでして、1、従来の大型商業施設ありきの方針を見直していくということ、2として、コロナ禍における大きな情勢変化に対応した新たなまちづくりを目指すということ、3、着実な進捗を図るため地権者、市、事業者の役割を明確にするということでございます。
詳細は別件の資料にあります八代地区開発の今ボリューム3をご覧いただければと思います。これボリューム1、2と情報発信で、提供してまいりましたが、今後も順次提供してまいります。今回のボリューム3は私の3月議会での施政方針の要点をまとめたものとなっております。よろしくお願いいたします。はい、3項目目ですけれども、公職文化会館再開、開館日と貸し館予約受付再開日についてでございます。令和元年東日本台風の浸水被害により公職文化会館アンズホールが長期休館となり、利用を予定されていた皆様には多大なご迷惑をおかけしてありますことをまず心よりお詫び申し上げます。現在実施中の災害復旧工事につきましては、今年度内に完了後、運営開始にあたり総合調整点検により安全を確認した上で令和4年4月3日から再開館いたします。なお予約の受付については大ホール、小ホールにつきましては令和3年7月3日土曜日から、経営運動室、会議室等につきましては令和3年10月3日日曜日からそれぞれ予約を受け付け開始いたします。なお大ホール、小ホールの予約につきましては令和4年4月から令和4年7月までの利用を希望される方の受付は令和3年今年の7月中に希望される月ごとに受付開始日を別途定めて行います。詳細につきましては公職文化会館の仮事務所である旧筑波農協栗瀬支所2階になります文化課についてお問い合わせいただければと思います。お問い合わせの電話番号ですけれども026-273-1880 026-273-1880筑波市教育委員会文化課が予約を受け付けております。その他の詳細につきましては別途ホームページ等でお知らせをいたします。以上です。はい、それでは筑波市頑張る事業者応援クーポン券事業についてお知らせいたします。新型コロナウイルス感染症拡大の長期化によりさまざまな影響を受けている市内事業者の皆様を応援して地域内における消費を促進することを目的として全市民の皆様を対象とした市内取扱店でご利用いただけるクーポン券事業を実施します。これは昨年に続いて第2弾となっております。このクーポン券をきっかけに地元の頑張るお店、応援したい地元のお店を利用していただきまして市内経済をぜひ活性化させていただくようお願いしたいところであります。クーポン券が連休明けには届きますので、利用期間としましては5月17日月曜日から6月30日水曜日までの間、クーポン券を使うことができます。市民1人について2000円分のクーポン券を、世帯主にまとめて交付いたします。ゴールデンウィーク後の特定記録で世帯主様宛てに郵送をされます。取扱店は筑波市内約400店舗でございます。すべて新型コロナ対策推進宣言を行っている事業者ということでございまして、チラシにつきましてはお手元に配布させていただいていると思いますが、さまざまな事業者のところでご利用いただけるものとなっております。発行額は発行額は1億2019万6000円というふうになります。はい、続きまして筑波市押し店プラチナチケット事業について、ご説明いたします。新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少してしまいました飲食店、小売店、サービス業などを応援して消費の喚起を促すとともに感染防止対策を実施している事業者へ支援を行うというものです。これは筑波市が作成した押し店プラチナチケットを
登録事業者がその店舗や事業所等でお客様等に一冊額面5000円分のものを3000円で販売いたします。そのお客様等によってその当該店舗事業所等が利用されたときに使われるチケットの額面 40% を補助するものです。要は5000円分のものを3000円で消費者の方は買うことができて、その 40% 割引になったのは市が事業者に補助をするということになります。なおそのチケットは販売した事業者の店舗事業所等でのみ使用可能ということになります。販売利用期間といたしましては本年9月から12月を予定しています。発行額は2億1500万円ですね。そして補助の総額が8600万円ということになります。事業者の要件としては千曲市内に店舗事業所が存在する中小小規模の事業者、そして大企業のうち千曲市内に登記住所がある企業ということで、地元の事業者を応援するという趣旨でございますので、そうした要件を設けております。対象の業種としましては約400店舗のうち、小売店、飲食店、洗濯利用、旅館ホテル、店舗で直接物品の販売、貸し付けサービス等を行っている業種ということでございまして、それ以外の詳細な内容については現在、制度設計中でございます。ほぼ長野市と同時期に事業を実施するということを検討しています。以上です。